はい、回路説明をしてみます。今これ高圧ですね。これが6キロボルトの3層ですね。でこれが3層のですね、3層の変圧器です。これ、これですね。もう1台で3層になって、でこちら側があのキャピタルの方で書いてある方が1側で、こちら側が低圧の200ですね。こうなっています。それからアウトレットがありまして、それからここですね、手元開閉器言いますか、ありまして、で、その2次側がこれにつながっていると。で、これを運転した場合はですね、この赤がつきます。電源が入っている場合はですね、白がついているよと、こういうことなんで、だからこれどうですかね。まあ普通考えると運転とこう書いてありますんでね、モーターですね、電動機回路と、考えてもいいんじゃないかなと思います。まあヒーターですね、ヒーターの回路としても使うことはありませんけどね、まあそういうふうな回路をですね、実際の回路をですね、配線してみてくれと、こういうことです。それではまずは1位側ですね。1位側がキャピタルの方につなぎ込んでいきます。これこういったですね、ここがこういって、それからここがこうですね。はい、こういうふうな、まあキップ線ですね、ここキップ線に行きます。それから2次側ですね、まずアースがありますんでね、これはこうですね、これをここへ、でこれは多分ですね、こちら側の単線でいきますんでね、アウトレットの方へ単線でいきます。これ夜線だと思います。IV のですね、5.5 スケ、26以上ですね、は55ですね、緑になります。はい、こうですね、からこういって、こうなりますね。はい、で、これにですね、入れていきます。これそうしますので、ここアースの音をしておりますので、これが白なんですね。でこれが黒ですね。でまあこれも黒でも結構なんですけどね、まあ、赤、あのケーブルでしたら赤になりますね。はい、で、これもですね、どういうふうにつなぐか指示がありますんでね、使用書をしっかり読んで、ください。で、まあ、ここをですね、こっちが、スモール T にしましょうかね。でこれがスモール S で、これが R と、こういうことにします。はい、でまあこれがですね、 R が、X に入ってますけど、これはまあどういうふうになるか分かりませんのでね、試験の時はよく読んで、入れてください。はい、それからこれですね、スモールの方、2次側ですね、こっちがつないだらいいかですね。はい、これもですね、電線の色と、それから極ですね、これを間違えないように一つ、気をつけてくださいね。それから、アースですね、アース端子が多分こうあると、こうですね。はい、それで、国家試験の場合はですね、多分4芯ですね、黒赤白緑のですね、4芯使うと思います。これがグリーンですね、からこれがまあ、ブラックのですね、赤になるかもわからないですね。でこれは白だ。でまあこれブラックと、こうなります。これがブラックで白で、これがこうですね、なります。はい。それから白が電源ですんでね、電源ですんで、まあこれ必ずですね、この白が必ず入ります。これね。それから、まあ、黒が入るか赤か、どっちでも構わないんですけどね。こうなり、まあ、これ簡単なんでこっち書きます。で、これが白ですね。で、これが
ブラックですね。それから赤の方が運転ですね。運転です。はい。で、これはですね、必ず白がね、必ず入ります。で、これがですね、黒入るか赤入るか、これも使用種によって、違うと思います。はい。私の方はですね、まあ実際工事した時はですね、こちら側が白黒入れてますんでね、こっちが白赤入れると。そうするとですね、結霜した時にね、すぐ分かりますんでね。はい。まあ、そういう意味合いで、まあ、ちょっと試験とは違うかもわかりませんけど。で、これは、まあ、二芯でケーブルできますんでね、ブラックと、こういうことに。まあ、実質は、赤ですね、赤が入ってる可能性があります。はい。それからですね、このタノフカですね、タノフカへも3本送る必要がありますんでね、こういってですね、こういって、それからここですね、こういくかと思います。で、ここはですね、多分、単線だと思います。ここはね、単線で行くかと思います。で、ここはですね、多分、VVF のですね、2ミリでしょうね。2ミリの三振だと思います。で、こちら側はですね、多分、VVF の16ですね。16の三振。ブレーカーの1側はですね、一番細い電線も、でもですね、2ミリを入れてくれという、交差規定がありますんでね。まあ、ここにブレーカーが入っておれば16でもいいんでしょうけど、多分、この場合は、まあ、最低でも2ミリ三振くると思いますね。ここらは、16ですね。16の VA。ここは、VVF のですね、1.6 の4芯ですね。4芯があります。あるいは、PF 管でやってもいいんですけどね。こういうふうになるんじゃないかなと思います。それからですね、接続ですけどね、こことここはですね、1、2、3、4本でしょ。で、ここは、差し込みコネクタになると思います、ここはね。で、こことかですね、こういうところは、ここですね。こういうところは、圧着スリーブになるかと思いますけどね。はい。こことここは、まあ、中になりますんでね、中スリーブになりますと、ちょっと、力のですね、ない方は、潰せません。特に女性の、受験者の方もありますんでね、最近は、大スリーブとかですね、中スリーブ、まあ、できるだけですね、差し込みコネクタで代用するようになっております。まあ、実際の現場の工事ですとね、なるだけ差し込みコネクタは使わんといてくれというのが、最近、まあ、流れなもんですから。はい、こういうような工事になります。